両国橋は、相模川水系の同志川に架かる国道413号の橋である。相模国、甲野国の国境だったため、両国橋の名がついた。現在は、神奈川県と山梨県の県境で、神奈川県側は、相模原市緑区青根、山梨県側は、南鶴郡道志村月夜野である。この場所では、両岸の集落の共同で橋が作られてきたものの、頻繁に流失し、牛馬は浅瀬を渡って行き来していた。1915年4月、両岸が共同で吊り橋を建設することになり、公費2235円16銭を投じて工事が行われた。橋は1916年12月に完成、1917年1月15日に開通式が行われた。橋は木製のホモートラス構造を持ち、橋長は42メートル。幅員は3メートルであった。両国橋キャンプ場の敷地内には、1916年の竣工を記念する記念碑が残っている。1950年には、鉄橋として架け替えられることになり、7月12日に起工式が行われた。橋は、翌1951年に完成、8月30日に竣工式が行われ、橋を通る道路は県道に編入された。この橋は、道志村としては、初めての永久橋であった。橋は当時流行したスパンドレルブレースドリブアーチ、橋で、橋長は 64.9 メートル、幅員は 4.5 メートルである。橋の開通により、相模原方面からのバスとの連絡が実現した。しかしこの橋も老朽化し、歩道もない点が問題となり、1980年度から4年の後期で、それまでの橋の約20メートル下流側に橋を新設することになった。新しい橋は鋼製、植地式の2ヒンジソリッドリブアーチ橋の一等橋で、橋長は 70.5 メートル、総幅員は 9.5 メートル、有効幅員は 8.5 メートル、島長は 66.5 メートルで士官割は 1.6 メートル、66.5 メートル、1.6 メートルである。アーチリブの高さは 10.3 メートルである。橋の山梨県側はやや右にカーブした床版を有している。路面は 1.5% の横断勾配が付けられている。歩道は川下川のみに設けられている。施工は住友重機械工業が担当し、仮設工法としてケーブルエレクション車吊り工法が用いられた。新しい橋は1984年4月1日から供用が開始された。工事期間中の1982年4月には橋を含む区間が国道413号として指定施行され、橋はその一部となった。橋のある場所は1991年度より神奈川県が水質測定を行う地点に加えられており、水質汚染が少ない地点として、しばしば上位に挙げられている。付近は釣りの名所として知られる。また橋は県境上にあるほか、様々な教会が橋を基準として設定されている。道志川は橋より下流の神奈川県側を中道志川、上流の山梨県側を奥道志川と呼び分けられている。釣り場の目印ともなっており、橋の左岸側すぐの位置に月夜野バス停留所があり、ここを境に運行事業者が変わるため、神奈川県方面と山梨県方面はここで乗り継ぎとなる。しかしながら、双方の系統ともに減便されており、乗り継ぎはほぼ不可能になっている。また付近には、両国橋キャンプ場が存在するとともに、両国屋という名称の食堂がある。ありがとうございます。